どうも、ペアワークスです。今日は軽トラの運転席で仮眠するためのアイテムを紹介したいと思います。軽トラでいろんなものを運んでる人はね、すごい自分なりのやり方がいっぱいあると思うんですけども、今日は私の方法を紹介という感じですね。もしよければぜひ真似してみてください。結構快適に寝ることができます。じゃあ使うアイテムを紹介したいと思います。まずはおなじみのレジャーマット、これですね。特にこの厚さがあるもの、これクッション性超重要なので、もし真似する方は厚みのあるレジャーマットを用意してください。そしてフック、フックはこのね、このネットと一緒に使うものなので、これが私 の、 オリジナルというか結構極意みたいなやつですね。このフックとネットはとても大切です。ということで早速セットしていきたいと思います。はい、それではこれから仮眠セットを取り付けていきたいと思います。普段はこうやってね、上の方に収納してるんですよ。こんな感じですね。こう段ボールで両脇をこう押さえてるだけの簡単な収納になります。でこれ段ボールを抜くと、よいしょ、こうやってあと取り外しができるので、屋根を外したっぱなしですね。ちょうど良かったのでこうやって収納しております。ネットはここに収納してあります。こんな感じですね。フックとネットは一緒に入れています。それでは助手席側からドアクッションを取り付けていきます。これ厚手にしたのは大切な理由があって、ドアのゴツゴツした感じをですねなくしたいというか、マットレスみたいなものですね。厚手の方が気持ちいいです。ネットとフックは助手席側でフットハンモックになります。こうやってバーに引っ掛けてハンモックみたいにして足を乗せることができます。これで足が伸ばせたり、センターコンソールが膝の上に当たらなかったりして、とても快適になります。ぜひお試しください。このフットハンモックのおすすめの高さはこのくらいです。結構高く見えるんですけども、足乗せてみるとちょうどいい感じなんですよ。皆さんも試すときは自分で好みの高さ探してみてください。運転席側にもドアクッションを取り付けします。クッションというだけあって、これに寄りかかって寝るので、しっかりとドアを閉めて施錠も忘れずにしてください。何かあって開いてしまったら本当に危険です。いや本当に危険です。ということで設営ができたので試しに使ってみましょう。今回は練習ということで前後のガラスには何もないですけども、視界よけなんかがあるととってもいいですよね。もうゆっくり寝ることができます。途中でどうしても眠くなって仮眠しなければいけない時あると思います。ちょっとでも快適に軽トラ乗りたいですよね。今回の動画はここで終了になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録もしていってください。軽トラカスタムのベアワークス、これからいろいろなネタも出していきたいと思います。よろしくお願いします。またね、バイバーイ。